本日は I'm home じゃなくてただいまおかえりって言いたいときどうしたらいいのというお話をしますあのお家に帰るだけがただいまおかえりじゃなかったりするじゃないですか例えば昔いた場所に戻ってきたりとかオフィスだったらまあ、別の部署で働いていらした方が戻ってきたりとかまあ、えっと今はあんまりないかと思いますけれども出張で出張のこと business trips って言いますけれども business trip ビジネストリップなんて言って出張で戻ってらした方に長めの出張ですねあんまりあの気軽な出張な感じではないですけれども気軽な出張の時は普通に「ウォーカムベック」って言えばいいんですけれどもちょっと長めに期間が空いて戻ってらした方をお迎えする「ただいまお帰り」というフレーズをご紹介しますまずはね「お帰り」からご紹介なんですけれども「It's good! It's good have you back. you ちょっと長いですよ。It's good to have you back.It's good to have you b a c k っていうですね。ちょっとした長いフレーズなんですけれども、It's good to have you back. これぐらいのシュッとした感で言いたいです。It's good to have you back. これがおかえりです。そしてただいまの方が、It's good to be back.It's good to be back. こっちからだ。It's good to be back. このフレーズを本日はご紹介します。で、なんでこれご紹介したいかというとですね、面倒な発音がそれほどないので、文章をシュッというときにどこに抑揚をつけたらいいのかというのが分かりやすいのでご紹介です。まずはおかえりからいきましょうか。It's good to have you back.1 個ずついきましょう。It's it's good good to to have have you you back back でこれ聞いていただくと分かるんですけれどもあいうえおの中間の音裏の音裏あいうえおというふうにご紹介しておりますけれどもがたくさん入っているのでそれが気になる方はちょっとその練習も兼ねてですね一緒に言ってみましょうかもう一回いきます。いつは糸への間です。ツつ。ッツグッドはうとおの間です。o ー。ぐーよりもだいぶ開きますね。Good Good. Two. Two はね、うっていうよりもね、あいうを全部の間の音がいいんですよね。別に、two なんて聞こえたって聞こえなくたって大丈夫なので、文法的にそこにいなきゃいけない子なので、two.two.two じゃなくて two.two な感じです。t w o h a v e はあとえの間、have.have. で、yu はもう普通に yu って言っていただいたらいいです。yu.yu. back back it's good to uh, to have you back it's good to have you back it's good to have you back It's to good you have back で今何回も言ってい,た言言っているときに分かっていただけると思うんですけども全部が同じ感じで音が大きくなったり高くなっ It's good to have you back!」っていうとですね、えっと、おかえりなさいってちょっとなんかこうわい、ね、らしい感じになってしまうのでこのねうねる波っていうのをですねこのフレーズにつけてあげたいんですでどこに波をつけてあげるかっていうとうれしい、It's good それはすばらしいことだよきことである。good の good のところと Two, 何がうれしいかっていうと、Have you、あなたを、まあ、持つこと、あなたを私たちのチームに、まあ、持つ。have you back? 改めてみたいな。だからあなたが戻ってきてくれてとてもうれしい。 あなたが戻ってきてくれてとてもいいことであなたが戻ってきてくれたというのはとても良いことであるっていうような意味なんですけれどもその良いっていうところと good, good のところと have you back, have なんか good と have を強くしたいであなたが戻ってきてくれたっていうのも強調したいのでなんだったら back もちょっと強調したいななので good と have と b お c k を強調したいとなると It's good to have you back もう一回いきます。ほい、It's good to have you back ちょっとずつ早くしますね。It's good to have you back ほい、It's good to have you back もう,ちょもうちょい早くしましょうか。It's good to have you back It's good to have you back Good がやっぱり嬉しさ良きことかなっていうのが一番大きくなる雰囲気ですね大きくなるっていうのは音量も大きくなるし音も高くなるし滑舌も若干しっかりするっていうような三点からいくんですけれども It's good to have you back It's good to have you back It's good to have you back みたいな感じでですね あの母音が気になる方は一生懸命これが糸への間の音、これが後への間の音、これが歌の間の音って,言って言っていただいてもいいんですけれども、そんなに何て言うんですかね、まだい個い個そんなこと言われてもなかなか分かりづらいよっていう時にはまず長いフレーズで抑揚をつける時にどういう風にしたらいいかなっていう音の感じをこうメロディーだと思って感じていただければ良いのではないでしょうか。そして、It's good to be back. It's good to be back. It's. それは good. 良きことかな。To be back. 戻るということが。It's.It's. とへの間です。good. 歌うの間です。good. はい。to.to. To, これ、i u う o の間です。be. 普通にいいです。be. あと A の間。back.back.It's good. to be back it's good to be back これもただいまですけれども good と良きことかなというのと back 戻ってきてというところにアクセントっていうよりも 音が強くなアクセルを踏み込む感じちょっと強調する感じなんですけれども音はちょっと上がるし音量はちょっと上がるし滑舌もちょっとしっかりするしっていう感覚ですね。It's It's to to good good be back good to be b a であの英語における挨拶ってすごく面白いなと思うんですけれども私たちだったら「ただいま」から行くじゃないですか。まず なんていうの宣言というかこちらからこう本人からの,なの申し出から始まるじゃないですかじゃなくてお迎えするフレーズから始まるだからお帰りから始まるというのがですねこのやり取りの面白いところかなと思うんですだからお帰りを先に言ってあげる「It's good to have you back」から言ってあげてで迎えられた人戻ってきた人が「あお家って素敵ねあね戻ってきて嬉しいわ」「It's good to be back」っていうというですね、えっと いただきますじゃない。ただいまおかえりのただいまおかえりが the other way around。テレコになっている、えっと、逆になっているというのも面白いなと思うんです。これってあれと一緒です。だから今 <laughs> 思ってたいただきますと一緒なんですけれども、いただきますって英語にはないんですけれども、フランス語のですね、bona peti、bona p t i っていうあのフレーズを使うことがあるんですで。ただそれっていただきますじゃなくて、召し上がれなんですよ。なので、 お迎えしてる方が声をかけてあげるというですね、あの日本とはちょっと違う,そう、だからこう、やり取りっていうよりもですね、声をかけてあげるっていう感覚というのが、まあ、英語圏の方たち、もしくはまあ英語じゃないですけどもね、ボナペティっていうのは、ボナペティというふうに言いますけれども、ただ、お迎えしてる方たちが先にこう言ってあげるっていうですね、気持ち的にもこうお迎え感が出てきて、それはそれでちょっと日本のこうやり方と違って面白いなと思うところもあります。で あ、ま、他の関連表現というかです、ね、言い方として「あのただいま」っていうのをどういうふうに言ったらいいかなっていうのはあのこれはもうただの冗談ですけれども「Guess Who's Back」エミネムっていうラッパーの方がですね昔出してた With me っていう「Without Me」っていう曲の中にです、ね「Guess Who's Back」さあ誰が帰ってきたかなっていうですねあのフレーズがございましてもしも面白おかしくですねご自身が戻ってきたことをこう宣言なさるときには「Guess Who's Back」 とかっていう風に言ってあげてもいいですしこれねおかえりおいおい誰が戻ってきたぞっていう感じの時に言っていただいても冗談として面白いかなと思うんですけれども何かちょっとシュッとしたあの場所であればですね It's good to have you back おかえりなさいそして It's good to be back ただいまという風に言ってあげるとですね嬉しさが増すのではないかなと思いますご視聴ありがとうございましたチャンネル登録をお願いします